分子っていうのは別な分子をお互いにこう認識し合って反応するなり溶けるなりとかそういったことが起きてるんですね。意思はないけれど相性がいいもの同士はまあ近づいてきたりとかそういったことの法則性っていうのをまあ明らかにしていこうという研究です。反応とかそういった認識機構っていうのは熱力学というまあ法則に従ってまあ進行してます。タンパク質それぞれの個性に応じてまあ凝集の仕方であったりとか速さとかまあそういう発生する熱とかエネルギーとかそういうのが変わってくるので法則性が少しずつ分かってくる。一個一個の性質を見ていこうということで、まあ、それの積み重ねというまあのがまあ今の基礎研究というまあ立ち位置かなと思います。興味を持つ経営を見つけたとき、ある程度予想を立てて研究始めていくわけですけれど、予想しないような結果がどんどん出てきて、シンプルな経営でも土台の部分というか、ね、基礎の部分をしっかり押さえていかないと、まあ、分からないかなと思います。タンパク質の安定性不安定性っていうのもそのタンパク質内の分子認識っていうので決まってきていて、シクロデキストリンっていう、まあ、糖、これは溶けにくい物質を溶かしたりすることができたりする、まあ、食品添加物なんかにも使われたりする。分子認識っていうことで一言で言うと、まあ、それで済むんですけど非常に幅の広い分野かなと思います。まだまだ未知な部分が多くて社会に還元していくっていうところまで持っていこうとするときちんと法則性数式化きっちり条件分けしていかなくちゃいけない。薬なんていうのは体のタンパク質に何か別なその薬がくっつく必要があるんですけれど、どういうふうな形状環境にすればつきやすいかとか、どういう分子と分子が認識し合うのかという情報というのは非常に大事に、そういったところがまあやっていて楽しいところでもあるし、まあ、大変なところでもある。基礎研究という土台がないと次に進めないというか、大学で、まあ、学生が、まあ、学ぶことでまず大事、まあ、企業に出ていてもちろんそれぞれ大学で学んだことを生かすっていうのはそうなんですけれど、そのまずは基礎の部分、まあ、科学コースで言えば、まあ、科学っていうことを、まあ、しっかり学んで問題解決力というのを鍛えて、それで、まあ、社会で、まあ、活躍していってもらう。新しい発見というのは土台がないとできてこないので、基礎の部分をまずしっかりしてもらいたいなというのは思います。